古民家宿オープン前記念の新デザイン T シャツが完成しました。これは弟がデザインした完全オリジナル T シャツになります。こちらの商品は期間限定になります。皆さんのたくさんのご注文お待ちしております。これからも応援よろしくお願いします。おはようございます。今日はこの鉄の溶接をしていくそうです。今日も迷惑をかけないように撮影を進めていきます。これがあの例の下から来たんね。Thank you.
知らなかったです。大丈夫ですか？どこを？あ、ここよく前に。あ、わ、わぶね。肉離れしながらね、はい、やめれば、ね、頑張ってやってくれとるんで、ちょっとお目に見てね。はい、ありがとうございます。大丈夫。これ以上ペース上げると、それこそ倒れちゃうで。はい。大丈夫。はい、ほんとごゆっくり。だって明日から寝とれるじゃん。誰も相手してくれんし、休みったって。もういろいろ、いろいろ病気持ちだもんでね。あんまり言うと、本当に倒れちゃう。はい。病院でも面倒見てくれん。病院でも見放されちゃった。うん。もう本当にこの現場が最後にならないようにだけ、ね、そうですね。まだ次やってもらうようにか、はい、もう一件。ヘボいこと言うな。本当、手伝えるところは何でも手伝いますので。ありがとうございます。だいぶ助かっとるよね。はい、それはもう冗談抜きで。はい。本当に人を病人扱いにするな。今日は大
てるやつない今。短い方がもっと短いですよ。どのくらい？絶賛新デザインの T シャツを販売中です、はい、ね、監督もちょうど来てくれた ね、よしよし、はい、監督もね、監督はここにはいないんですけど、はい、今回のね、デザインも、僕がね、作らせていただきました、はい、もうね、5月ですけどめちゃくちゃ暑くなってきてね、暑いね、だからもう、この T シャツの素材もかなりね、通気性がいい
運動向けの素材で、うんうん、運動や作業向けね、本当俺らも使えるようにこの素材を選びました。そうだね、うん、販売期間は5月7日までになりますので、あのたくさんのご注文お待ちしております。お待ちしております。これもね、ここに廃墟、まあ古民家宿があって、まあ、ここに山があって、こう俺らが見てるっていう、うんうんうん、あとちょっとだよっていうね、これ太陽で、これ鳥、おお、なるほど、レイカラと、おお、いいね。まあ、詳しくはね、あのホームページに飛んで、あの見てみてください、うん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。